ビグドイ・ビグドイは、ノルウェーの首都オスロ市の西側の半島である。ビグドイ半島、あるいは、ビグドイ地区などとも表現される。ビグドイには、公園や庭園、森林、博物館、そしてノルウェー王室の領地がある。オスカーホール上ビグドイはもともと、ホーベデイや党の首都を改修動員の領有する島であったが、氷河の交代により、半島となり、1532年には、 ノルウェー王室の領土となった。ビグドイには公園、森林、そしてビーチがある。1885年にはビグドイには111件しか住宅がなかったが、今日では多くの公園や庭園が住宅地として分割され、居住地区として売りに出されている。しかし、依然として富裕層向けの高級住宅地、保養地であることは変わっていない。ノルウェー王室の避暑地、 ご用地である、サマーハウス、オスカーホール城といった建物もビグドイにあり、これらは、宅地開発から保護されている。2004年のスマトラ島沖地震の後、この災害の犠牲者を追悼する、慰霊碑が、ノルウェー政府によって、ビグドイの生誕の岸に建立されることとなった。この慰霊碑は2007年10月19日に、ノルウェー国王ハーラル5世の手によって、除幕式が行われた。 ビグドイには現在5つの博物館がある。オスロ市内から公共バスが出ているほか、夏季には公共のフェリーでビグドイ半島へ渡ることも可能である。ありがとうございます。